ディーペナウは、ドイツ連邦共和国ニーダー作戦州のニーンブルクベーザー軍に属すフレッケンである。この町は、ザムトゲマインデウフテを構成する自治体の一つである。ディーペナウは、西のラーデンと、東南東のバルムゼンとの間、グローセモアの南東約7キロメートルに位置する。地名のディープの語源は、現代語のティフと勘違いされるがそうではなく、 湿地や小宅地を意味する古い言葉ディップに由来する。この草が生い茂った湿地からなる地は、ディペナウェイや、その派生語で呼ばれている。湿地に囲まれた、小さなビックリーデ川を渡る、都小地は、かつて広域交通路として、戦略上重要な地点であった。ハノーファーからオスナブディックに至る、郵便道路はここで民電から、オルデンブルクへ南北に通る街道と交差していた。 この地は、民伝司教と法や白土が何世紀にもわたって、紛争を繰り広げた。法や白側の文書に、1283年に民伝軍に破壊された、リペノーウェイに派兵したことが記されている。その後も双方が変わる変わる資料や砦を築いては、相手側が破壊する状態にあった。18世紀になるまで、民伝の森の境界については、様々な解釈がなされた。その後、 ディーペナウ城は、行位の人物の宿として利用された。ハノーファーからオランダを経て、イギリスへ向かう、このルートを通う途中に、ハノーファー王家の人々が何度も宿泊したのである。ディーペナウの長議会は15議席からなる。ありがとうございます。